今日は散歩の後に料理をする動画になります。夕飯何にしようかな。ちなみにポノ君のご飯はいつも散歩が終わってからになります。今日はなんだか風が強く吹いている。でも生ぬるい風、気温差が出てくる季節。季節の変わり目なので皆さんも風邪をひかないようにお気をつけてね。それでは散歩を楽しんでまいります。皆さんゆっくりしていってね。この今日は夜散歩を楽しんでいます。ポノ君はこの葉っぱ好きだね。お、出るかな。出さないんかい。犬同士にしかわからない名刺交換中。本日長め。安心してください、流してます。壁があるたびにこの光景。咳が出るね。寒くなってきたかな。かわいいその影。コキアだ。秋だね。同じ散歩を繰り返すのにどうしてそんなに楽しい。初めての散歩みたいな気持ちになれるんだろうか。君がいつも楽しそうで何よりです。ここからはいつも通りの散歩になります。オレンジのコスモスだね。匂いを嗅ぐのとても忙しそうですね。本当に今日風強いね。の撮影って難しいね。よく動く動く。追いかけるのが精一杯。見づらかったらごめんね。よし、そろそろ家に帰ろう。お家に帰宅しました。ではここから本日のお料理をご紹介します。手羽元が安かったので調理をしていきます。レシピ一覧はこちらになります。 Let's cooking。 まずは調味料を準備します。料理の中で一番苦手なゆで卵を作ります。ゆで卵を作りながら調味料を混ぜていきます。すべてが大雑把ですが優しく見守ってね。はい、適当です。鉄
手羽元を切って下処理したら焼きに入ります。焼き目をつけます。こんがり焼けたら調味料を入れてみます。はーい、せっかち発動中。ほらこうなる。本気で卵を剥く作業苦手なのわかるでしょ。ほらね、いつも卵きれいに剥けない。お恥ずかしい。キッチンペーパーで蓋をして材料を浸します。いい感じになってきた。もうすぐ完成。すいません、見た目がマシな方をアップします。出来上がり。いい照りが出ました。なぜかお皿回してる。いただいた野菜をしまって、いただいたロールケーキを食べよう。ロールケーキありがとう。美味しそう。ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。では今回の動画はここまで。また次の動画でお会いしましょう。また見てねー。